この番組はスーパードクターに扮した折茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター折茂のレバンガホスピタル。早速お呼びしましょう、はい、どうぞお入りください。あ、クズね。あ、クズ来た、クズ。お願いします。いきなりクズ呼びでしたけれども、クズ原さん、よろしくお願いします。来たよね。これ重症者だ、これ。完全に。これ重症。もう完全重症だからね。じゃあ見た感じ重症。まあみんな多分、視聴者の方々も、あんまり分かんないと思うんだよ。はい、クズ原のこと。うん、多分。はい、でまあほら顔もそこそこねイケメンだしね若いし、まあ人気もね出てくるだろうし、あとはいやどういう人なのかなって。前回 LINE した牧選手に聞いてみたところ、クズ原、クズ原めっちゃやばいっす、あいつみんな言うんだよ、あいつのやつ裏があると思う、うん、先輩には何も言わないっす。ああなるほどね、いいかもしれないっす。あれがもう後輩だったら多分相当、もう本当に各選手からいやクズ原はやばいっすよってみんな言ってて、何がやばいのって言ったら、うん、いやこれがやばいっすよ、俺もさ やった方がいいっすよみたいな感じでずっと言われてたんだけど、どうなの。いやそんなこと、いや後輩にはいやクズ原の後輩になったらマジでやばいっすって、俺のさ先輩だからよかったっすねって言われるぐらいなんかやばいらしいじゃん。そんなことないです。そんな感じ。いやいや多分持ってます、先輩方、先輩方がちょっと持ってます。あ持ってんの、はい、じゃあそうやって桜井に言ってみるわ。りょうさんは、うん、そうですね持ってます。りょうさん何でも盛るの、はい、本当りょうさん何でも盛るんで。あそうなの、はい、いやそうなのかな。でもこれあるだろ多分、はい、いや、あるよ、ね、絶対あるよ、ね、多少は、はい、入ってきた時にもうおどおどしてるからそうですね、俺別に圧かけてないのになってずっと思ってて、はい、だけどすごかったでしょ、はい、もう目がめちゃめちゃ泳いでたでしょ、はい、多少は表と裏があると認めた葛原選手、25歳年上のドクターを前に終始緊張気味です。でもね、このまま終わったらこれで終わりだからね。そうですね、こいつこれだよみたいな。もうそのままクズじゃんみたいな。裏表ということになってしまいますので。今日はホスピタルなんで、はい、そこを改善していきましょう、はい。何かお悩みというのはありますか？うん、ただタイムがプレータイムが長引くだけで、ちょっと得点にあんまり絡めないシーンがあるので、そういった時のメンタルの持ちようっていうのを。どうしていけばいいのかなっていうのが、いや意外といい質問するね。いやいい質問すると思うよ。もうそこはね本当に悩みどこだよね、プレイヤーにとっては。そのやっぱり球がもう回ってくる時間帯はいいけど、回ってこない時間の存在感が全くないじゃん。そうですね、はい、難しいよね。でも時には崩してもいいんじゃないかなって俺は思ってんだけどね。自分の目の前が空いてたとしても結構やらないよね、見てるとね。そうですね、うん、まあ、もちろん要求されてることに対して追求するのはいいけど、まあそこはちょっと色を見せてもらいたいなっていう、はい、うん、そこはちょっと積極性かなっていうのはあるかな、はい、見てて時には崩した方がいいんじゃないのかなって俺は思う、はい、うん、いやーまあね、こうね、これがこれだからね。そうなんですよね、今ちょっとなんかもう言ってることがねもうこれなんだよね。しか見えてきていないので、ね、ぜひ裏の部分も探っていきたいと思います。はいはいはい、葛原選手の情報を仕入れているということですけれども、はいはい、もう仕入れてますよ、はい、もうどなたからか、はい、大体想像できますか、葛原選手どなた。いや中野とかじゃないですか。お、はい、まさに、はい、中野選手からのリークはこちら。先日放送の事前健康診断で明らかとなりました。 YouTube でも公開してますよ。関西にいる時よりこっちにいる時の方が逆に笑いに厳しいなっていうのはちょっと思いますね。やっぱりじゃあ北海道にいる方がそのあたりの当たりは強いですか。当たり強いですね。一番大地さんが当たり強いですけどね。関西にいる
二人強いですよ。普通に喋ってて不意に、え、オチも、それオチみたいなことをなんか急に厳しく来て、いや毎回話のオチできねえなと思ってということですけれども、ちょっと裏の面見えてきたんじゃないですか。いや、それは中野が悪い。だってあいつは面白くないんだ。俺もずっと言ってたから、あいつに。関西、せっかくの垂れ込みが。いや、そう、関西なのに、はい、全く面白いことも言えないし、できないし、もうそこにかけては重症っていうか、それは本当にあの葛原が言ってる通りだと思う。でも今んとこ俺も葛原も中野も一緒だから、あれもう全然面白くないんだから、この2人。葛原選手普通だもん、はい、彼より、うん、あの少しでもあのお笑いセンスを磨けるのが。いや、そう、なんか俺は面白い人が好きなのね。、はい、で、あの中野か内田かって言ったら内野が全然面白いわけ。診療のテーマは人間関係、ドクター大はしゃぎ。ちょっと出ました、使ってるっていうことで。違う使ってる、こういうところですからね。いやいや、はい、何が楽しいのよ。お楽しみに。チャンネル登録はこちら。